中州は、キルギスの州。北から時計回りに、カザフスタン、イシククル州、ナルイン州、ジャララバード州、タラス州と接する。州都は、ビシュケクだが、2003年から2006年5月までは、特幕だった。中川流域の平地、中川流域の北部は、全国的にも貴重な平地で、肥沃な土壌と、水資源に恵まれていることから、小麦、トウモロコシ、天才、 ジャガイモ、アルファルファなどを産する。トクマクやカント、カラバルタといった都市部は旧ソ連時代、農産物加工を中心に栄えた。ロシア人、ウクライナ人、ドンガン人、朝鮮人、ドイツ人など、キルギス人以外のマイノリティの割合が高い。南のタラス州と宗教をなすキルギス山地には、ハイキングやトレッキングコースが多い。山を越えると、 同じ州でもナルイン州のような光景になる。州北東部の回廊は、チョン・ケミン渓谷である。主要都市は大抵、州を横断する、タラス・ビシュケク・バルイクチ高速道に面する。この内ビシュケク遺跡の部分は、欧州ルート E40 号に指定されているが、地元では、旧ソ連の名称にならい M-39、高速道と呼ばれる。E40 号は、 ビシュケクからチュイ川やカザフスタン国境を越えてアルマトイまで至る。鉄道はタラスとビシュケク、丸い口を結ぶ路線しかないが、あまり使われないようである。レンガ作りの家屋集内には2009年の時点で、町が4つ、都市型集落が5つ、村が331ある。2009年の人口、住宅国勢調査に基づく、 総人口は79万438人。データは2009年の国勢調査による。ビシュケク南方のアラールチャカワ協国、チ州は下記の八地区及び徳幕市からなる。中一地区は徳幕市を取り囲み、アラムデン地区はビシュケク市を取り囲むように位置するが、ビシュケク市は特別市であるため州には属さない。南東部の回廊は、 ジャイール地区とパンフィロフ地区が飛び地として管轄している。ありがとうございます。